こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。できてるね。農園に行きますか。はい、というわけでいつものことをやっていきます。お知らせが届いてるよ。お知らせですね。なんかいろいろありますね。本日、11月10日です。クラスワンダー復刻ガチャ、あとジャパンカップのピルサドスキー、宮地道通3個作るといいみたいです。でレースなんですが、前走の WBC ターフは一番人気になったものの、残念ながら3着と敗れてしまいました。さあ残り29周、ここからですね、立て直したいとこです。今、9月の3週です。次が凱旋門賞もあるけどな。地銭500万枚もらえるんだ。どうしよう。天皇賞秋とかあるけどな。そう、エリジョ出れるんだよな。エリジョと JC。香港の二段構えで。ベスト体重が変わってる可能性もあるんで。あ、ベスト体重変わらないですね。434のまま。というわけで。一応、凱旋門賞登録しておこうか。なんか別のレースも自慢あるよ。エーロンシャー賞っていうのがあるんだ。牝馬限定じゃないみたいですね。今度短距離馬出てきたら出てみよう。武豊ですね。岡部さん多かったんですが、武さんで行ってみます。豊さんって言った方がいいか。弟もいるから。嫁大事。いいですね、この笑い声が。さあ一周、状態が落ちてきた。人参だ。バナナもちょっと増えてきましたね。さあ、いよいよレースです。あまり調教量をこなしてないのが気にはなるとこなんですが。まあ、とにかく前線マンっていう感じがありますからね。ここはきっちり取りたいですけどね。瞬発力、人参か。お、マンゴーゴロー。継承型がやっぱり堅実になってくれると嬉しいですね。1.5 倍、ダントツを一番人気ですね。グリグリじゃん。他に丸がついているのはハイライズとリンビトです。7番と11番か。さあ、行ってみましょう。頼みますよ、肩のアーバンシー。
頼みますよ竹豊、ユタポーンとどっかで言ってる人はいますが、さあ、5枠5番です。晴れ両馬場ですか。まあ確かにあの大馬場が弱いんでこれは助かりますね。さあフランスの、青空の中を凱旋門賞スタートです。スタートも良いね。いい感じになってきた。典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。先手を取ったのは1番タイガーヒル、そしてその後ろ2番手です。先頭に立とうとしてるが、あ、2番手落ち着いたみたいですね。うわ広いな、ロンシャン競馬場。そして内からは3番ドリームウェル、外を通って相模。しかもまあ中山とかはあるんです、中山や阪神はあるんですが、中に客がいるんですよね。向こうがメインスタンドかな。すごい坂、カメラワークすごい。プロコルージュ並んでますね。先頭に さあいよいよもう手が動き出している。さあ直線へ、先頭に躍り出た。誰が来るか。残り400。シーウェーブだ。シーウェーブをか、ああこれかわされるやん。粘れ粘れ粘れ、頑張れ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 。ああ無理か。あおっと、二の足や、二枚足が、二枚腰だ。サガミックスが来た。これは届かない。勝ちました。やりましたね。首差かな。あーヘッドって頭差だね。これやりました。凱旋門賞制覇です。 JC ですよね。やっぱりメロンちゃんがいますね。さあ放牧させて、風石3ついただきました。はい、というわけで、凱旋門賞勝利です。あー大馬場とか出ないんだ。これですね。はい、次ジャパンカップに出るか香港に出てもいいかもしれないですね。出してその次にもう一回ブリーダーズカップ挑戦かな、させていきましょう。秋競馬も楽しみですね。はい、というわけでチャンネル登録まだの方よろしくお願いします。またあのこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト流れますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。